皆さんこんにちは。本日はね、前回紹介しましたサルミアナクラッシュスピナと一緒に紹介の方をしていきたいと思います。クラッシュスピナの方も前回鉢替えの方をさせていただきましたが、まあ根が良くなったんがね、新芽の方の色合いがめちゃくちゃ良くなっているので、まあこれからのね経過を楽しみにご覧いただけるとありがたいです。本日はこの笹の雪を紹介していきたいと思います。この笹の雪なんですが、学名の方がアガベビクトリアレジーナになります。はい、あまり聞き慣れないかなと思うのですが、和名の方では笹の雪と言われております。まあなんといってもこいつの特徴っていうのが、葉に白いペンキの方が入ります。はい、両方見ていただいてもペンキの入り方っていうのはね、個性がかなりありまして、まあ一つ一つの株でかなり違う植物になってくるのかなと思います。こちらの株もね、あつしさんが3年間放置してるコレクションの一つになるんですが、まあ皆さんから見てまず右手側、こちらの株ですね。はい、左と比べてみるとかなり葉が長くなっている植物体になるんじゃないかなと思います。一方で逆の左側の方は葉がまず短い、丹波タイプなんて言われたりするんですけど、まあ小型になりやすいタイプになるのかなと思います。はい、一つの種類でもね、ここまでかなり差が出てくるということで、まあアガベっていう種類もね、かなり面白いと思います。まあ人間で言うとね、身長が高い人と低い人みたいな違いがあると思いますが、まあ植物体自体でもこういったまあ葉が長いタイプと短いタイプっていうのがありますので、お好みのねサイズを選んでいただければいいんじゃないかなと思います。あと他に特徴と言ったら、クラッシュスピナと比べると葉のトゲっていうのはかなり短いです。なんですけど、葉の鋭さっていうのはとてつもなく短いからこそ強いというところがありますので、本当に栽培している人がいましたら本当に気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。とっても危ないです。まあ私は個人的にはね、このコンパクトなサイズがやっぱりなんか美しく見えるというか、まあ皆さんはどちらの方が好きですかということになりますが、私はやっぱりこのコンパクトサイズの方がねだいぶ好きです。アガベ笹の雪ですが、原産地の方はアメリカ、まあメキシコなどかなりね幅広く生息している植物になります。アメリカとかメキシコとかいろいろ言っていますが、他のアガベも同じですが、やっぱり乾燥地帯を好む植物になります。なのでね、湿度を結構嫌ったりするので、まあ、特にですが鉢替えの時、鉢替えしてから水の換水っていうのは要注意ですね。はい、本日の作業は鉢替えの方させていただこうかなと思っております。それでは早速作業に移りたいと思います。まあとてつもない雑草ですね。まあじゃあまず丹波の方、こちらのね株の方の土を落としていきたいと思います。はい、こちらもねかなり根っこの方がねびっしり張っていますので、まあこちらまず取らないとね取れないので、こちら取っていきます。はい、じゃあ根っこの方がねだいたい取れましたので、鉢からちょっと抜いていきたいと思います。はい、どうでしょうか。まあ根がびっしりですね。はい、こんな感じで根がびっしりですが、まあこれちょっとほぐしていきたいと思います。はい、ではこんな感じで根をほぐしていきました。じゃあここからは根の方をね、傷んだ根の方を取っていきたいと思います。はい、こんな感じでね切り詰めました。はい、こんな感じでね生きてる根がありますので、
まあこれをね再利用していっていこうかなと思います。はい、だいぶ下葉の方もね傷んでおりますので下葉を取っていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでね葉っぱの方を取っていきました。はい、まあ裏の方がね多分これ病気にかかってるんかもしれないんですけど、はい、とりあえず葉っぱの方は残しときます。はい、はい、じゃあもう一個あるんでもう一個の方もやっていきます。すっごい雑草っすね。はい、じゃあやっていきます。はい、こんな感じで根っこの方が取れました。はい、じゃあ同じようにねほぐしていっちゃいたいと思います。じゃあこんな感じで、はい、まあ丹波と長葉、まあかなりペンキもね差がありますがこんな感じで、はい、じゃあ鉢替えの方ねしていきたいと思います。じゃあ同じところにね植えていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで一つ目完成ですね。はい、かっこいいですね。はい、じゃあ次、はい、長葉のタイプですね。はい、じゃあ植えていきます。はい、じゃあこんな感じでね、はい、鉢替えの方ね終わりました。はい、では今回はアガベ笹の雪ビクトリアレジーナの鉢替えの方をしていきました。どうだったでしょうか。まあ3年間放置されていたっていうこともあり、かなり根っこの方がね回っていたかなと思います。はい、栽培をねしている方は特にですが、トゲの方が本当に痛いので注意して手袋なんかをしっかりつけてね栽培の方をしていっていただければなと思います。はい、今後の管理なんですけど、まあ葉っぱから菌が入ってどんどん株がちっちゃくなるとちょっと悲しいと思いますので、まあ1ヶ月放置してあげてから灌水の方をしてあげるといいのかなと思います。じゃあアガベ笹の雪が良かったなって思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。